予期せぬイベントを見せられたところで見せられたっていうか見たんだけど、ね、であれがパッシブは最後っぽいな。もうあもうえじゃああれが何か全然わかんないじゃん。まあどうなんですかね、この後その見に行くとしたら今のが最後だから、うん、全部見たことによって最終的にこうエンディングね、ちょっと出てきたりとかもしかしたらあるかもしれないけど。なるほどね。ライトはつかないね。ちょっとパソコン行くか。おそらく天野のパソコン。パソコンが、これならさっき拾ったフラッシュメモリを読めるかもしれない。かわいいな。あれさ。あ、ユーザー名サダオ。ああ。パスワードはなんだ。パスワードなんだろう。パスワードなんかそれらしいのあったかい？天野。ユーザー名。サダオで。パスワード天野。潔すぎるね。いやおじいちゃんとかこういうのにするから。マジでどうだ。あ、違う。これは違うのか。何か手がかりはなかったか。手がかり、まあ、ファイルにあるよな。あるとしたらここで見つけたものは何かあったっけ。ない。壊れた携帯。あ、壊れた携帯天野の携帯電話だって。やっぱりか。じゃあ2つ持ってんのか。仕事用かな。天野のメモ。なんか打ってみるか。レイコとか。レイコね。どうだろう。違うよな。天野はどこかに手がかりを残している。違うゲームなんだけど、娘の名前をパスワードに使ってる系のゲームで、フルネームっていうのがあったんだけど、おお、どうかな。朝霧玲子。あ、はいはいはい。黒猫とかね。黒猫をなんで知ってんだって話になるか。そしたら結構入るな。さすがにないね。さすがにおかしいもんね、フルネームで。娘の名前フルネームはおかしいよな。結構入る。天野の名刺。この数字打ってみる。使ってないよねまだね。メモってあるかい。メモってある。数字あるな。993。確かにね。電話番号じゃないんだよな。993。997じゃないからね。そうそう。754。はい、ああ！なるほどね。パスワードなのかよ。ああ。そうか。電話番号とは一言も言われてないもん、ね。そうだね。だから993であることがヒントなんだ。ああ。見れた。これがフラッシュメモリーの中身かな。を見てるってことだよね。黒のページに関しては随分深入りが過ぎたようだ。結局自分自身が教会に取り込まれてしまったにもかかわらず、教会に来てまでなお真相に迫るため取材の真似事を続けている。読者なんていないのに。それでもこれが性分だから仕方がない。せめて完全に取り込まれる前に調べたことをまとめておく。もしこれを読んでくれる人がいて、教会からの脱出の手がかりになれば幸いだ。美容師、ホテルの会社員、ネカフェの利用者、女子高生3人、人形コレクター。いずれも黒のページを見ていた以外の共通項は全くなかった。つまり黒のページにアクセスした人を無差別的に取り込んでいると考えられる。逆に5年前の黒宮病院の患者及び関係者の連続死亡事件に関しては、その全員が入院患者朝霧玲子に関係していた人間である。朝霧玲子は長期にわたる入院患者なので、病院関係者や他の入院患者と接点があるのは当然だが、担当看護師をはじめ接点が多い人がほとんどを占めている。
そして朝霧玲子の飛び降り自殺以降に事件が続いていることは見逃せない事実である。きっかけは朝霧玲子の自殺にあると言っていいと思われる。教会に点在する空間は教会に取り込まれた人の記憶、思念といったものから作られているように思う。現に私がここへ取り込まれてからも空間が増えているのが確認できた。ここに取り込まれた人間はしばらくの間生きている時の延長線にいる。見た目も記憶も引き継いでいるのだ。おそらくこの間、現実世界の体は意識不明の状態で生きているのだろう。そして教会に長時間いる、または霊との接触を繰り返すことにより霊となっていくようである。完全に霊になってしまった時、現実世界の体は死んでしまうのだろう。現実世界の体が生きているうちに教会から脱出する手段を見つけられたならきっと生還できるのだと思うが、まだそれは見つけられていない。長えな。話を朝霧玲子に戻そう。ここからは推論である。看護師の日記を天野も見てるんだね。看護師の日記から読み取れるように、朝霧玲子は絶望の末自殺したと思われる。自分を捨てた母親に対する恨み、誹謗中傷されたチャットでの恨み、プロのページは自分を苦しめたチャット、ひいてはネット上の無秩序に対する怒りのように思える。その反面、見捨てられることへの恐怖感、空虚感を埋めようとしているように思える。それが初期の病院関係者一連の事件と考える。教会の拡大は病院から出たかった少女の願いに他ならないのではないか。ではそれを止めるためにはどうしたらいいのか、その術は結局わからなかった。ただ今手元に母親である朝霧優子の部屋に転移した時に見つけたメモがある。娘に買い与えた携帯電話の番号が書かれたメモだ。霊は電話を通じてのみ思いを伝えてくる。ということはその逆もまた可能ではないか。つまり霊を説得できないかである。俺に残された時間であとできそうなことはそれくらいしか残っていないのだ。天野、食え注意を。ここに凛ちゃんがかければいいんじゃない？そうだな。うわ、朝霧玲子の携帯の番号。ああ。白江じゃあね、ちょっとね。接点がなさすぎるよ、玲ちゃんと。白江が父親ならともかくね。天野はさすがに父親じゃなさそうだね。そうだね。いっぱい読んだから茶飲んでいいかい？ああ。天野？あ、天野だ。やっとここまで来たか。あ、え、終わり？あ、違う。天野。天野。天野。きっと白江なら、ここまで来てくれると信じてたよ。白江に当てた文章だもんね、どう考えた。俺はお前の足取りを追ってここまで来た。そしてこの教会に関してお前が調べてきたことも理解した。でもこれを通じてお前は何を俺に伝えたかったんだ。取材してきたことをお前に知ってほしかった。ただそれだけだ。どういうことだ。記者や編集者に物事を変えたり解決したりする力はない。ああ、そんな話は何度もお前としたよな。でも多くの人に記事によって伝えることがそのきっかけになる。お前の心情だろ。心情というか佐賀だな。記者の佐賀だ。白江に読んでもらえて嬉しかったよ。しかしもうどうすることもできないのか。教会の拡大や朝霧を止める手立てはないのか。ない。いや、
もしかしたらあるのかもしれない。でもそんなこと、うん、もうどうでもいいじゃないか。天野、知らえ。ここの世界はまだ謎に包まれている。不穏だね。実に興味深いと思わないか。なんてこった。俺は試合に来て欲しかったんだ。ここでコンビを組もうじゃないか。ここまで助けてくれてたのに。ちょっと待って、りんちゃんに伝えてないよ。マジかよ。バトルもないんだ。ああ、オンの勝負終わっちゃった。白絵終了？いや、それじゃあ全然ハッピーエンドにならないじゃないか。そうだな。りんちゃんは動いてないもんね。まあ、プレイヤーは、そう。ね、知れたけどさ。一応ね、天野が敵に回るパターンは予想してたのよ。誠編のラスボスは天野じゃないかなってちょっと思ってたの。まあそうだよね、あそこで普通に話して終わりだったら、そうそうそう、最初からもっとちゃんと喋ってよってなるしね。天野はさ、凛ちゃんも助けてくれた、助けてないのか。なんかちょっと違う霊がいただけで、凛ちゃんとは接触してないのか、天野は。ほとんど。そうね、リンちゃん編の導き手はどっちかっていうと黒猫の方だったかな。そうだね。そうか。でせめてさ、あの朝霧玲子の番号を誰ぞに伝えないと。そうだな。どうなるかね。まだ白絵で続いてほしいんだけど。そう、すっきりしないよね。今はリンちゃんになっちゃうと。どうなるでしょうか。ここを切り抜けてもらわんと。絆、なんか、いいね。なんか最後っぽい。絆の章。じゃ あ最後だとしたらそうだよね。そうだよね。最後はリンちゃんだね。まあまあまあ、これが来るなら俺はハッピーエンドを確信したね。まあタイトル的にね。そうでしょ。ここがね、ニエの章とかだったらちょっと。絆はハッピーワードだからね。絆ってついてバッドエンドのことない。どっからだ。俺が作ったハンバーガーの名前でもあるから、絆は。クソみたいな。記憶が戻ったところだから、国の章から明確に続きだね。夢だと思っていたのは入院の時の記憶。黒猫さん、あれは黒猫さん。談話室か。もうライトもないみたいだ。あ、ライトそういえばなかったね。このあとすぐもう3階行ったんだっけ。暗くて見えないもんな。まあここが3階だもんな。で病室行って、病室行って、飛び降りちゃって終わったんだよね。1周目は。携帯持ってんの？持ってない。持ってた。ああ、京子さんのやつさ。ああ、かわいいね。ハムハムな。ああ、癒されるね。ジャンガリアンハムスターだ。かわいいな。ああ、いいよな。まあ、一旦セーブだな。そうね。かわいい。まず出てみようか、部屋を。部屋。あ、これはか。こんな電話なかったね。あったっけ。朝霧。デーコだ。白江誠じゃない声。朝霧デーコが教会の根源のはずだ。取り込まれとる。マジかよ。電話を通じてのみ対話ができる。朝霧でこう止められるのは、なんてこった。もう君しかいない。
あー取り込まれてる。あ、あ、おー、マジかー、マジか。白江さん、嘘、マジか。霊になっちゃってんな。霊になってるともう現実の肉体が死んじゃってるもんね、うん、って書いてあったね。やってほしいな。てかあれだね、幽霊になるとみんなああいう喋り方になるんだな。うん、あ、そんな白江さんまで。え、あ、あっちに行けってことか。そうだね、ついてこい状態だね。まあ、セーブしたらな。どこに連れて行くんだ。電話番号を教えたいんだろうな。そうだね。でも病院では襲われないよな。天野家のパソコンフラッシュメモリーを見ないとさ。うん、うん、いやでも天野家行っても携帯壊れてんだよね。あ、携帯だ。本当だ。あ、携帯じゃない、メモか、名刺か、番号メモ、番号メモ4。あれ、これは、はあ、うわあ、おー、書いてある、最後。頑張って。あ、そうだね。ちゃんと書いてあるね。振り絞ってんな。頑張ったんだな。頑張ったんだね。頑張ったけど、そうか。新一はともかく、誠は助かってほしかったな。そうだね。二人で帰りたかったね。感したかったね。まさか、朝霧玲子の。白井さん、このためにこのために来たんだ。白井さん、どこ行ったんだ。わかんない。かけて追っても無駄か、うん、まあいいっすよ。追って何かされるより俺はもう終わりたい。あ、間違えた。600184。184。そんなことないね。やっぱ病室行かないとダメか、飛び降りる瞬間。やっぱもう一イベントあるんだな、さすがに。なるほど。じゃあ白井さんについていけばいいかな。いやー、そうか、ショックだな。そうだね。お、お、いないね、別に。これはあれよ、ね、下に降りてもいないかな。2階を見ろって言われてるのかな、うん、だと思う。下はね、降りれない。あ、いるやん、いるわ。どうしたの。ああ、下来いって。下来い、地下に連れてくんかな。あ、なるほどね。凛ちゃんは地下行ってないもんね。そうだ、行ってないわ。でマップだけあってね、誠しか行かなかったもんな。うん、でもどっかはさ、ソファーが、あっ、地下じゃないわ。院長室かな。パソコン見せようとしてる、もしかして。いや、そんなことないか。うーん、まあついていくしかないね。一択だね。待合室で待ってるかな。お、セーブができん。これは、あ、携帯だ。あ、あ、院長、あ、院長。なんでだよ。ああ、割と諦めいいからな、院長。じゃあ襲ってくんなよって思うんだが。あれ、また、あ、あ、あの手だ。あの手か。誰だお前は。誰だお前は。誰だお前は。誰なんだろうな、マジで。わからん。あ、お、あ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 、電話かけてる。ね、
一周目は直接話しかけちゃったからね。あなたが黒猫さんだったのね。電話の有無が違う。聞いてくれる？私、約束を破ったわけじゃないの。あの日、ここへ向かっていたのよ。本当に。でも、途中で交通事故に遭って、そして、ここに運び込まれて。偶然だけど、隣のベッドにいたんだよ。もし、私が目を覚ますのがもう少し早ければ。これは言い訳だよね。約束守れなかったのは事実だから。ごめんなさい。ごめんなさいって今更だよね。もう取り返しつかないよね。もう私がここの住人になるのも時間の問題だと思うの。そうなったら黒猫さんと一緒にいるよ。私ならもう寂しくないよね。辛かったこともそれで忘れられる？セリフは全部一緒だよね。うん、そうだね。伝えた内容は。うん、あーでもいいのかついていって。いやでもついていくしかないでしょ。会いに来てくれてたなんて。あ、通じてる。伝わったんだ。会いに来てくれてたなんて。ループか。一個疑問があるんだけどさ、うん、院長何しに出てきたの？院長は病院が潰されてしまったことに怒ってるから八つ当たりでしょ。おい、さっき院長出てきた意味まるでないんだよ。いや、院長にも院長の立場というものがあるからさ。院長の気持ちにもう少し寄り添ってくれよ。これ急いで301行かないとダメかな。体力はね勝手に減ってくわ。さすがにこのペースでいいよ。抜かすのはおかしくないか。おかしいと思う。あ、追いつくとワープしてくれるわ。ああ。確かにダメージを受けているけどな。いや多分このレイちゃんペースでちょうどギリのはずなんよ。うん、あ、302か。302だ。いやでも白絵パリーンパターンはないからな。ないさそうだよな。あ、あ、あ。凛ちゃんの行動は変わらないよね、それはね。
掴めるか。あ、え、京子さん、京子さん。ああ、掴んで、掴んでる。そうか。まあまあまあ。気持ちが伝わるかどうかの違いか。そうね。京子さんも少し救われたのかね。前を掴めてたのは。そうだね。こういう終わり方か。まあ完全ハッピーではないね。一番なんかいい形としては、リンちゃんも白江も、レイちゃんを成仏させて、そうだね、現実世界に戻っていくっていうね。そうなんだよ。そうはならなかったか。そうあって欲しかったな。まあ、こういう終わり方も、存在することはわかるんだけど、救われてほしいな。まあ、魂的なものは救われるのかもしれないけどね。そうだね。もう教会がこれ以上拡大することはないかもしれない。白井は仕事を果たしたよね。いやー、そうですか。そうですか。うん。もはや欲を言えば、あの最後のムービーでさ、京子さんも抱きついてたじゃない。うん。あそこまで時が戻るじゃない。死なないエンドね。そう、あそこで京子さんが止めて、リンちゃんも目を覚ましていて、そこで会えるパターン。そしたらその時点ではね、お母さんもまだ生活はしてるはずだからね。そうだね。まあ、デッドライン。まあ、だいぶ欲張りプランですな、それは。いやー、それぐらいじゃないと。まあ、でもなってほしいとは思うよね。だってそうならないとさ、今までの犠牲者も浮かばれないじゃん。まあ、そうだね。道人さんの奥さん、千代さんだっけ？うん。岸辺千代さん。うん。生きてないからな、そうだね。結局この後どうなったかはエピローグあるかな、まあ、どうだろうね。サフロールが終わった後次第だけど、でも現実に残ってる関係者ってもう千代さんしかいないじゃん。そうだね。まあ、リンちゃんがこの後どうなるかは分からない、まだ完全に幽霊化はしてないからな。まあレイちゃんと一緒に居続けることを選んだんでしょうけどね、本人はね。いや、面白かったな。俺は好きだね。まあ、1周目も好きだったんだけど。ああ、そうか。2周目もいいね。まあ、2周目、この終わり方なら2周目あるよなって思ったよね、1周目は。そうだね。完全ハッピーにはしないか。完全ハッピーのホラーゲームたまにはやらせてくれないか。ちょっと探しておきます。いや、ホラーゲームじゃなくて。まあ、たまにはね。これは
ストーリーは良かったね。ストーリー良かったね。思ってた以上に良かったね。まあ、ビターエンドではあるけど、ストーリーめっちゃ良かった。悪かったの操作性だけだわ。操作性はな、どうしてもな。このゲームやるたびにね、あのスイッチのジョイコンの素晴らしさを再確認するんだよね。まあ、Wii リモコンな時点でな、うん、その当時としてはどんなに操作性良くても、やっぱ、ちょっと、違うもん。そう。任天堂さんにはちゃんと十数年の蓄積はあった。特有すぎてな。この後、あ、消える。あ、成仏か。消えた。どうだ。凛ちゃんだけでもどうだろう。なんか光ずっとキラキラしてたもんね、エンディング中。あ、この BGM は。聞いたことあるな。あるっけ。何もしてないよ俺は。おお、目覚ますんだ。実質っぽい。あ、私の部屋。帰ってきたわ、うん、私リンちゃんだけか生きている。ああ あ黒猫だ。絆なんだな。絆のぬいぐるみがな。量。15時間ですか。やりましたな。やりましたな。やりましたな。一周目何時間だっけ ?8 時間ぐらいやったんだっけ。どうかな。なんだかんだ。もう残ってないので、なんとも言えないですが。うん、やりましたな。やりましたな。オープニング画面とかなんか変わってるかな。ああ、そうだね、うん。タイトル画面変わってそうだね。まずこのナウローディングが初めてじゃない、うん、何かあるか。ああ、変わってないね。でもなんか左にあるぞ、うん、なんだこれは。なんだこのまがまがしい封筒は。ああ、おおお、何、姉ちゃんじゃない。あ、違うわ。あ、レッディーウーマンだっけ。あこーなんだよ。なんなんだよ。あ、消えた封筒。あれは誰だよ。じゃああれ何にも絡んでねえじゃねえか。そっか、最後まで見たからか、うん、あのトイレで。あ、そう、多分エンディングとは関係ない。ああ、パッシブ全収集おめでとうエンドですね、あれは。あ、そうですか、うん、ギャラリーがあるね、見ていい。ああ、ギャラリーね、見よう。でも解放しないといけないのかな。ああ、見れるんだ。めっちゃニューがある。あ、得点画像ある。最後にすか。そうだな。携帯は多分各種携帯。うん。